オ毒舌アメリカンライフ、イエーイ。はい、今週も始まりました、しのぶとなるみ毒舌アメリカンライフ。はい、はい、今日はつぶやきから入っていきたいと思います。はい、私のつぶやきはですね、最近、最近っていうか、まあ、ジェイコブ家で仕事する、私も家で仕事するってなった時に、オフィスが必要だなってなったんですよ。そうだね。はい、で一個あるんですけど、めちゃくちゃ高い家の机を買って、もう本当にみんなが机を買ってる時に机を買ったんで、そうだね、パンデミック始まった時にね。高いオプションしかなかったんですよ。でそれでもう仕方ないからって言って、買った机の、セットアップあるんですけど、私も机が欲しいというか、2つともセパレートして置いておくべきなんじゃないかってなって。そうだね、じゃないとダイニングテーブルしかないもん、ね。そうなんですよ。だから私たち、本当に毎週月水金を私が、ちゃんとした勉強机やって勉強、仕事する、ジェイコブはリビングルームのすごい座り心地が悪い椅子に座ってやるっていうんで、交互にやってるんですけども、めんどくさいんですよね、この持ってきて置いて、ね、自分のスラップしてっていうので、作りましょうって言って、そうするとすもう小さいカウチが必要だと、今のカウチはでかすぎるから、小さいカウチを買おうってなったんですよ。それでそしたら、ではそうだねって、小さいカウチだったらちょっと前に押して、で今のこの家のプロブレムっていうのが、テレビから遠いんですよね。そうだね、はい、でテレビ若干遠いね。そう、若干遠くて、なんかもうアニメキャラクターが豆ぐらいの大きさなんですよ、ね。確かに確かに、見えねえって話になって、だから小さいカウチだったら前に押すことができて、前に押せればテレビも近い、それで買うことになって、で中古を買おうってなって Facebook マーケットプレスで調べてたら、でジェイコブはなんかリクライナーがずっと欲しかったみたいで、僕はリクライナーが欲しい、僕はリクライナーが欲しいって言うから、見つけて、ラブシートって書いてあったリクライナーを見つけて、ラブシートじゃんって言って、これリクライナーだし、ラブシートだし、ブラウンだし、もう私たちが想像する全てだったんですよ。でもなかなか売れてなくて、1ヶ月ぐらいFacebook にあったん でコンタクトしてみたら、アジア人だったんですよね。で350ドルだから始めたのに、今 100ドルになってたんですよ。安いな。もう1ヶ月も誰も買わないから。安いな。かなりの勢いで安くしてるんですよ。すごいね、すごい、とてもあれなんだろうね、早く売りたい。そうなんですよ。だから本当にただ早く売りたいのがもう彼らの目的で、100ドルにしてもやっぱ誰も買ってくれなかったらしくて、それで私たちが初めて、取りに行っていいかって言って、で私アジア人じゃないですか、だからもういよいよ80ドルで売ってあげるみたいな感じだったんですよ。でそしたらなんかうちの親英語喋れないから、中国人の方だったんですけど、喋れないからねみたいな話にして、で来たら電話してねみたいな感じだったんですよ。で分かったって言って、でジェイコブに彼女はこれ売ってる彼女は絶対見た方がいいよって言ったんですよ。見て決めたらって、見て決めた方がいいよって、でそれ言ってるんですけど、ジェイコブもめんどくさいって言って、これ見てやったらまた戻って、またトラック借りて、その家はどこだったの？家がなんかフレンズウッド？あ、まあじゃあそんなすごい遠いわけではないよね。そうなんですよ。だから別に見に行っても、構わなかったはずなんですよ。私は見に行ってからの方がいいんじゃないかって言ったんですけど、でもめんどくさいから全部1日でやるって言って、でそれでトラック借りて、で65ドル払って、運転して行って、見たらちょっと大きかったんですよね。あらちょっと大きくないみたいな話になったけど、ラブじゃなくないみたいな。そう、ラブじゃない、ラブラブぐらいじゃないみたいな。でもなんかそう話してる相手が中国人の方が喋れない、日本語が喋れない、日本語じゃない、英語が喋れない方だから、なんかこうこれなんとかなんとか質問もできないんですよ。そっか、そっか、その、お話ししてる彼女じゃないんだもんね。そうなんですよ。そのご両親なんだもんね。はい、だからラブシートじゃなくないですかとも言えないんですよ。でもさ、そこでさ、ラブシートじゃないなって思ったらさ、別に聞かなくてもよくない？でもなんかこう、あれ、ラブシートじゃないですねみたいな感じで、ちょっとしたら会話があったら、まだ、あ、そうね、少し大きいわねみたいな感じでできたはずなんですよ。でもそれでもなんか、それはそういうのも全く持ってないまま、もうコミュニケーション取れないまま、もう車まで持ってきちゃったんで、持って、もう買いますと、80ドルキャッシュで払って、持ち上げた瞬間にこれクソおめえってなったんですよ。ジェイコブが、でこれめちゃくちゃ重いわってなって、でこのアジア人のおじさんがすごい、この日本語が、英語喋れないおじさんがすごい力持ちだったはずなんですよ。だからあんまり感じなかったんですよ、私は。でもジェイコブはちょっとこれ重いってなって、入れた後に、私たちは持っていけないかもしれない、しかも3階、そうです、アパートが3階なんで持っていけないかもしれないってなって、でも
もう来ちゃったから、うん、持って帰って、うん、そしたら、うん、もうそれをまず下ろした時点で、うん、もう重いんですよ。だからあれで人何100キログラムぐらいありますよね、うんうんうん、それぐらいの重いカウチなんですよ、ね、はい、でリクライナーだからね。そうそう、リクライナーが鉄じゃないですか、作られてるのが、ね、で、あのクッションがフォー、あのパーツが外れてないから余計重いんですよね、うんうん、で持ってで上げようと、あの階段までは持って行ったんですよ、うんうん、でそしたらなんかこう上げようって思った時に、うんうん、私上で持ってジェイコブ下にしようって言ったら、うん、もう足が震えちゃって、うんうん、あのもう全然上がらないんですよ、うんうん、でもうこれは無理だってなって、うんうん、2人でもう絶望どうしよう第二弾もうってなって、そのままシロさんに、うん、もう本当に申し訳ないですけど、いやいやいや全然全然、うん、もうアンディ助けてくださいって言ってアンディ、そのためにあなた2分のとこに住んでるからそうなんですよ、これはあなた1時間も慣れたらねふざけんななるみと思うけどそのために呼ぶんじゃねえよと思うけど、確かに確かに本当に申し訳ないんですけどアンディに助けてくださいってなって、全然です、アンディなんかあの 足首じゃなくて何でしたっけ、膝弱いじゃないですか、うん、でも申し訳ないなみたいな思いながら、うん、大丈夫だよで、うん、そしたらなんかあの1階に住んでるアジア人の方、まだアジア人なんですけど、うん、の方すごい優しい人で、うん、助かってあげるよみたいな、ピザ待ってる間暇だしみたいな感じで言ってくれたんですけど、ジェイコブもなぜか謙虚なんですよ。そう、この人いたやつ。なんでなんだろうね。あ、いいのって言えばいいのにね。そう私はプリーズって感じだったんですけど、うん、でも全然なんか、No, it's fine, like, my friend is coming とか言って、なんでここズーズーした、どうしたみたいな。いや、ていうかさ、うん、彼、私も見たけどさ、その、うん、あのご近所さん、はいはい、クソ若かったで。うん。ね、その45歳のじじいも待たないでさ、そうなんですよ。その若い子使ってよかったじゃん。若い、そうです。本当にその通り。だから私はな、せっかくフリーハンドで手伝ってあげるよって言ってるのに。しかもこれでなんか友達になれたらね、そうそうそう、なんかいろんな時にさ、そうそうそう、うん、でそれで彼ら多分前最近パッて彼の1階のを見たら、うん、なんか床に座ってたんですよ。だからないんだ、ないんですよカウチ。だから私たちのあげれたはずなんですよ。そうね、あげればよかったのにね、うん、でもそれもできないまま、うん、まあジェイコブが断っちゃってああって思いながら、フリーボランティアみたいな感じなんですよ私は手伝ってくれよみたいな感じで、もうでも逃げていったってほしいですけどそう、まあ、いなくなっちゃって、でそれでアンディ来ました、多分クソ重いから、うん、おしのさんにも手伝ってもらって4人で持ち上げて、いや私はなんかもう後ろからなるみちゃんとジェイコブがフラ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 してるなるみちゃんとジェイコブの背中をこうやってたらされてなかなかけど本当に本当にできるよとか言って、これは2人なんて無理だよ、本当に本当にもうショックを受けましたね、うん、自分たちのこの、うん、でそしたらやっと入ったら、うん、もう家に入ったら同じぐらいでかいっていうそ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 う昔のカーチ、何もサイズ変わってるじゃないか、なんならなんかダブルサイズアップだよね、そう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 、ウェイト重かっただけじゃん、そう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 本当に売るときはもう0円で売るって言って持っていける人持ってってくれみたいな感じで売るって決めて、うんうん、でそれでまあ、 あの一応入って、うん、もうサイズでかいですし、うんうん、重いですし、でも快適ではあるんですよ、やっぱりリクライナーだから、うんうん、すごいあの座り心地は良かったね、すごくね、うんうんうん、であの、まあ、一応空間も作ったんで後ろに、うん、でこれからあのオフィスを建てるって感じなんですけど、細長いバー的なテーブルを買って、うん、デスクを買ってみたいな感じで、うん、でもそんななんかあの凄まじいあの、うん、ウィークエンドで大変でした。でも分かるな、なんかもう一遍にやってしまいたいっていう気持ちはすっごくわかる、うん、とっても、うん、もうだから2日に分けちゃうとやっぱり行ったり来たりしないといけないんで、うんうんうん、だから確かにわかるんだけれども、うん、1回見てからでも良くなかったかと思ったんですね。まあその方がね、多分その買うものがものだからね、うん、はいはい、あの健全だよね、うんうん、でも80ドルはもうジェイコブのお母さんが誕生日プレゼントで、ね、ジェイコブの、うん、でくれたんで、うん、まあまあ、自分たちではほら払ったほうがないから、そうなんです、だからまだ良かった、うん、はい、うん、っていうので、まあ、今オフィス部を建ててますっていう、うん、お話ですあります、はい、あります、うん、あります、うん、本当に大変でした、うん、それですお疲れ様でございました、ありがとうございました、はい、はい、大変でございましたね、はい、大変でした、うん、とかてちろさんって一番大変ですよねいや何もしてないよ別に、全然全然何、うん、そんな時間すごいかかったわけでもないし、いやいや、あのアンディはね、あの慣れてます私で、あ、そうですか、うん、私本来じゃのことはあのアンディにあのフォースあの強制してるからあ、6ヶ月に1回慣れてます、はい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 、うん、いつもなんかこう私が家具をこう見始めると、うん、アンディが Don't you dare think about it 見てるだけじゃん、はいはい、アンディは
は言ってましたよ、6ヶ月に1回お城さんが模様替えするからそう、やだってそうそう、僕は本当に何回こう運んだことか運んだことかってね、うんうん、いいじゃないですかと、それはプリビレッジですよって。本当に本当に、うん、やっぱ快適にしたいんですよね。こうペンデミックだし、このコロナ禍で家で働くのが窮屈だった。そうなの、やっぱりさ、そこを快適にしないとさ、うん、いっぱいいっぱいになっちゃうじゃん。そうなんですよ、しのさんみたいにこうオフィスがあったらいいですけど、うん、その部屋がね、あの、あの区切られてるからね、はい、だったらこう、うん、まあそう、この部屋でできるんですけど、まだね、やりやすいけどね、うん、もう我々なんもないんで、うん、ワンベッドルームなんで、そりゃそうだよ、みんなそうだよ、うん、でも快適を求めてます今、わかるな。でなんかさ、日本もさ、もちろん日本の家の方がもっとちっちゃいしね、はい、あのね、本当にこう、そんなん言ったらさ、なるみちゃんが住んでるアパートなんて日本の人から見たらとっても大きい方だと思うね。そうです、まさにその通りだ。なんだけどさ、うん、何が違うって、ほら日本ってさ、ちょこっと息抜きにすぐ 2,3 分歩いてコンビニとかあるじゃん。あるんですよ、そういうことができるじゃん、はい、アメリカってさ、わざわざさ車乗らないといけないから、はい、で車乗って行ったってそんな美味しいコンビニないし、ないんですよ、うん、じゃあいいや行かなくてみたいな、はい、いいや辛ラーメンでみたいな、本当に本当にそうするとまたさ家じゃん。そうなんです、そうなんです、本当にもう家地獄からずっと、まあ、家でうれ、うん、嬉しいですよ、嬉しいですけど、うん、ただ家が、ね、はい、固定されてるんで、はい、うんうん、なんかこうアメリカ生活ならではの、だから私的には、うん、あのコーヒーマシーンも日本だったらいらなかったはずなんですよ。そうね、コンビニの美味しいコーヒーも1ドル、うん、ね、1ドルで買えるんで、うんうん、だけどやっぱりアメリカって遠いじゃないですか、遠いし高いからね、高いから、もうさ、チップジとか何だろう、タックス入れたら4ドルとかいっちゃうじゃん。そうなんですよ、そうなんですよ、で400円だよこのコーヒーにとか思うとね、本当に本当に、もうガス下のコーヒーなんてなんかもうシットなってきちゃうじゃないですか。そうそう、もう砂糖しか入ってないもん、ね、そう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 クソチープな、なんかね、それがすっげえ薄いみたいな、そう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 、もう水からウーロン茶みたいな、コーヒー風みたいなコーヒー風水そうそうそう、お湯みたいなコーヒー風お湯ですからね、本当にそういうのもまあ原因ではあるんですけど、そうあるある、はい、うん、まあでもそれもなんかいい、あのメモリーメイキングですわ。そうです、ね、思い出メイキングですわ、それは、うんうん、こんなことあったねみたいな、確かに確かに、カウチでこんなことになったねみたいな、本当に本当に本当にですよあります、はい、そんな感じです、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。しのさんは、はい、私はね、なんか、うん、ほん、あのとてもフレッシュな、まあ、今日のことなんだけど、はいはい、あのショーンが、まあ、そのバスケットのチームに入ってて、うん、であのなんていうのかな、この普通の YMCA とかそういうリクリエーションレベルじゃなくて、はいはい、本当にこう結構しっかりやる、うん、コンペティティブなバスケのチームに入ってる。で最初入った時に、うん、あの彼ね、すごくあの自分がこう、うん、知ってる人とか自分がすごくカンフォタブルになると、うん、いろんなことできるのよ、はいはいはい、あのものすごいわけわからんこのムーブメントやったりとか、うん、すごくこう、それはのなんバスケのムーブメントってことですか。バスケの、ね、レイアップ、ね、レイアップで何にしても、はいはい、レイアップに何にしても何にしてもよ、うん、そんなものできるかっていうこともほら怖くないから、あほらみんな知ってるし、もうカンフォタブルだから、うん、っていう時には彼はすごいフィアレスなのよ、うん、ですごいコンフィデントなの、うん、っていうのも楽しくてやってるから、はいはいはい、でもこうすごいこう今回のトーナメントがものすごい強いチームが集まるトーナメントだったのね、うん、でアリゾナとかフロリダからも来てて、ルイジアナ、アリゾナ、フロリダ、オクラホマ、うん、ともう一個なんだ、どっかから来てたの、その辺から。そんな大きい大会だったんですね。そうなの、うん、こんなコロナなのにと思いながら、この天候でみたいな。本当にだから結構みんなさ真剣にやったことじゃ、だからもうボロ負けもいいところで、はいはい、うちのチーム新しいチームだし、うん、でそれはいいのよ、負けるのはいいんだけど、はい、もう見るからに心が病んでるのよ、ショーンが。もうあのもうこうなんつうの、ゲームのこのコートの上で完璧にこう諦めちゃってるのよね、うん、もう諦めてるの、はいはい、もう一歩二歩、うん、足が出るところも、うん、もう無理、もう僕無理みたいな感じなの。でそれがすごく嫌で、はいはい、で1試合終わりました、うん、で2試合目にショーン
何を思ってるんだと、うん、Nothing lose でしょあなた。でそんなね強いチームの方が楽しいでしょ、うん、だって強いってことは、うん、負けても何のエクスキューズもないじゃん。確かに強いからで終わるじゃん、はいはいはい、すごいなんかアンダードッグの弱いチームに負けたらすげえ悔しいけど、うん、確かに確かに、もうそもそもすごいチームなんだから、うん、それこそなんか何やったっていいさみたいなで行けよみたいな。本当に本当にで2試合目はそうやってかこう上げたわけ、モチベーションを、はいはい、うん、上げていけみたいな、うん、で最初の2分続いたのそれが、はいはい、最初のああこのモチベーションが上がってる状態がね、はいはいはい、で3分目ぐらいに、うん、あのだんだんこのチームが崩れてきて、はいはい、ショーンだけじゃないんだよ、うん、チームメンバー全員ね、あーチームメンバー全員がチキンみたいな感じなの、はいはい、もうなんかボールもらったらあどうしようどうしようどうしようみたいな、はい、あ来る来るディフェンダー来るディフェンダー来るみたいな早くみんな来てみたいな、はいはいはい、誰一人としてこうファイティングしてなくて、うん、でまた腹立ってそれに、はいはい、で親全員腹立ってんだよ私の周りのそのチームの親が全員もうすっげえ怒ってんのよ、うん、てめえふざけんじゃねえこのクソ坊主みたいな戦ってこいみたいなもうすっごい怒ってんのみんな親が全員そんでさだからそれもさ悪いなかわいそうだなと思ったの、うん、親がもう怒っちゃってるから、はいはい、あまりにもみんながチキンだから、はいはいはい、でもっとさ子供はその親のさこのすざましい顔を見てもっとチキンになっちゃうわけよ、うん、確かに、あお父さんお母さん残ってるみたいな確かにもうできないみたいな、うん、そんでコーチがその後に、うんまあ、またボール負けしました、うん、2試合目も、はいはい、でコーチがみんなを集めて、うん、であのコーチが一生懸命こうあのこうまたねアップリフティングのことを言ったわけ、うん、頑張ってね、それはもう全部マインドセットだと、はいはい、でこうやったことは全部プッビハインドして、うんね、明日またあるからゲームがそれが今日ね、うんはい、あるからもう気持ちをリセットして、うん、いやあの挑もうと、うん、で明日はねもう少しレベルのやっぱほら低い子たちと やるから明日は、うんはい、であの十分チャンスはあるし、うん、勝ち負けじゃないんだと、うん、あのゲームを途中で諦めるなって言われて、うん、で帰ってきました、はい、で私も今日昨日の夜もショーンと話して、うん、で今日の行く時も、うん、もう一切説教はしないと思って、はい、とりあえず持ち上げようこの坊主をと思って、うん、一生懸命持ち上げて、はい、あなたねお母さん見てたけどね全員のことね、うん、って言って、あの子たちね身長もそんな変わんないしね、うん、別にダンクとかするわけじゃないしね、うん、ものすごいくるくる回りながらねドリブルするわけじゃないしね、はい、ショーンがやってること、うん、全部なんつの彼らがやってるいろんなトリックとか、うん、全部あなたやってるじゃんって言って、うん、全部できるんだよ、うん、やらないのは、うん、あなたが自分で、うん、ああできないもう無理僕無理って自分で自分に言ってるから、確かに顔ももう、ま、なんかこうチキンの顔になってるしね、表情も、うんはい、肩も落ちてるし、うん、顎も下がってるし、うん、そうするとね知ってる？もエモーションっていうのはモーションがあの単語に入ってるでしょ、はいはい、で感情ってエモーションっていうじゃん、うん、E 取ったらモーションじゃん、はい、なんてか知ってるって言ったら、うん、顔で作るその表情が全部脳に行って、うん、手から足から全部ねあの司令塔に出すんだよって言ったら、うん、だからあなたがそのチキンみたいな顔するとね、うん、脳が全部ねチキンのねはあの信号を発してねって言って確かにあなたの手も足も全てはねその顔の表情に伴った動きになるのよ、うん、エモーションはそう、うん、エモーションはモーション入ってるでしょ、だからもうあなたね顔をね、うん、ファイティングの顔にしろって言ったので、はいはい、そんなの分かんないって言うからじゃあ腕貸せって言って、はいはい、腕にあの油性のペンでアナログ腕に油性のペンって、シャーピーは やだって言うからじゃあ分かったってボールペンでもう最強って書いて、はいはい、あの漢字で分かんない顔書いてるかと思った、あ顔じゃないそのファイティングのこういう顔を作れっていう顔を描いたのかと思った鬼みたいな、そう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 眉間にシワ寄せたやつを描いたのかな、そんなんじゃないそんなんじゃない、もう最強って書いて思いっきり、はいはいはいうん、で顔下向けたらね、うん、顔が下向いたら自分の腕を見ろって言って、はい、それをポンポンって叩いて、うん、すぐあの顎を上げろって言ったの、うん、そしたら3試合目は、はいはい、あのその諦めるっていうことはなかったの、うん、とりあえず何点取られても、うん、こう常にこう戦ってたんだけど、はいはい、でも最終的にはまたボロ負けしちゃって、うん、そんで帰ってきてショーンが、はい、
で、なんかもうね、僕ね、自信がないって影響受けてる、うん、すごいもうなんかコンペティションがそうハイでね、うん、僕自信がないって言うんだけど、はいはい、なんかさ、子供のさ、自信を上げるってさ、結構大変よね。なんか親がこう、このバランスよね、こうさ、はいはい、持ち上げすぎてもいけないし、うん、かといってこう落としすぎてもいけないし、うん、でも結局のところ、うん、彼がさ、怖がってても仕方がないなって気づかないといけないじゃん、本当にその通りです ね、うん、ね、気づかないといけないじゃん、うん、だ結局は私が何を言ってもコーチが何を言っても、うん、彼自身がいつもだったら怖がらずに突っ込んでいくところを、うん、怖がって突っ込めない自分がいることをまずアクノレッジしないと、確かに誰がやらせてるわけでもなく、うん、周りがどんな大きい子がいて雰囲気が怖いからとかじゃなくて、うん、自分が行かない決断をしてるだけじゃん、うん、でそれを分かれって言ってるけど、でも彼の中では多分分かってないんだよね、うん、だからこう分かってるよ、分かってるんだよ、メイクミステイクしなきゃいけないって分かってるんだよ、うん、でもこうできない自分がいるんだろうね、うん、でそれが彼の場合こう結構このコーチとかに従順に忠誠心を持ってるタイプだから、はい、こうコーチが言ったことをすごく守るのよね、うん、とっても。でもさ、バスケなんてライブゲームだから、はい、そんなに言うわけないじゃん、うん、たまには自分の直感とともに行かなきゃいけないじゃん、うん、でもそれでコーチが別に怒ることはないんだよ全然、はい、でもなんかこうまずパーフェクトにやらなきゃいけないとか、うん、ミステイクをしたらチームに迷惑がかかるとか、うん、こう恥ずかしいとか、うん、そういうのがなんかすごく彼のブロックになってる気がするのね、はいはいはい、でそれがなんかだから上手にできないならやらないっていう、うん、やらないからもっと上手くなれないみたいな、確かにそのなんかサイクルに今入ってる感じがして、うんうん、ちょっとスランプなんですね。じゃあかなりスランプだね、うんうん、だからなんかこう、うん、ね、持ち上げつつも、うん、ちょっとこうお尻を叩きつつもみたいな、うんうん、プライド高いですからね、彼高いね、勝負だから基本的に、はい、だからちょっとかポカンとあの叩かれて、うん、そうね、だからずっとベンチとかにしたらいいと思うのよ、うん、はい、もうお前座っとけみたいな、うん、そしたら出れるだけでありがたいみたいになるじゃないですか。 そうそう、うん、それも言ったんだよね、うちね、一、うん、人ね、すごくあのベンチから全くプレイできないドミニクって子がいるの、はいはい、ドミニク君っていう、うん、確かにちょっと運動神経が少し悪いんだけど、うん、でも常に朗らかな子なの、うん、だからいつもねドミニクの顔を見ろって言ってるの、はいはい、彼はあなたのゲームタイプの1分でももらえたら、うん、彼はもうスーパーハッピーなんだよ。確かに諦めてる場合かお前はと、うん、なんかね、なんか難しいね、なんかどうやったらこの怖がらずにぶち当たっていけるんだろう、うん、彼はみたいなさ、うん、でも結局自分で気づくしかないから、そうですね、ずっとベンチとかになれば、うん、どうやったらベンチから抜けれるんだろうって思うんだろうなって思うんだけどね。確かに何でも器用にできちゃいますからね、ショーンは。そうなの、運動神経いいですから、やっぱこうそこまで努力しなくてもコートに入れちゃったりとかしちゃうから、そうなのね、多分難しいかもしれないですけど、うん、思いっきりベンチになればいいのかね、とか、 なんか思いっきり叩かれるか、あ、そうね、はい、ボコボコ、思いっきりね、今回みたいにボコボコに騒がれるのはすごくいい経験だなとは思いますけど、うん、確かにね、うんうん、そうしないとなんかこう分かんないじゃないですか、うん、自分がどこの立ち位置にいるのかとかって、うんうんうん、すごいいい経験だったんだろうなと思いますね。確かにね、一人お父さんなんてもう帰るって言ったからね、カーラー、カムヒア、ウェアレイビン、お父さん試合中試合中お父さん試合中試合中帰れない帰れないみたいな、でもどれくらいで負けちゃったんですか、どれくらい、いやすごかったよ、 50何対20何とかとか、そういう感じ、なえますね、もうボロボロよ、うん、もう行くもの行くもの全部取られて取られてみたいな、まあいいことですよ、まあね、はい、そうね、負けることはいいことですよ、負けることはいいことだと思います、うん、確かにね、彼の場合もうちょっとこう厳しい思いをすればいいんだろうね、はい、きっとね、うん、私が言うとかうんぬんじゃなくてね、そうですね、あのリアルライフで、うん、リアルライフ で、ね、はい、あれうまくいかないっていうね、そうそう、それがすごく大事だと思います、うん、確かに、はい、まあ面白かったけどでもね親全員もバトーバトーみたいな、うん、あー見たかった見たかった、面白かったけどそれはそれで、うん、ありがとうございました、止まらない、お疲れ様でございました、お疲れ様でございました、はいはい、ではあのスポンサーさんに移りたいと思います。今日のスポンサーさんはですね、はい、あの28歳の夫婦の営むホープ園事業名ですが、はい、という農園 の、 あの働いている方からいただきました。ホープ園、ホープは HOPE のホープね、はい、HOPE のホープ、はい、
園さんなんですが、日本一日照りの長い山梨で、うん、あの桃とブドウを作っていると。で、一人でも多くの人に食べてほしいという思いと、今もなお自粛要請と戦われている飲食の皆さんを応援したいという気持ちでということで、うん、あのまあ、スポンサーいただきました。なので何をこのドクアメのポッドキャストでお伝えしたいかというと、うん、このホープ園さんのインスタグラムの DM にメッセージをいただければ、はい、飲食店さん専用に生の桃、はい、まあ、羽出し、まあ、あの加工品なんですけど、うん、と生の桃を無料でお届けしますと。はい。で、例えば桃はいつもこう高いから商品にして、うん、商品にすることができなかったな、でも無料でもらえるんだったら、うん、ちょっとなんか桃を使ったね、うん、何かを作ってみようかなとか、うん、あのいつもその飲食店をやっていてお世話になってるお客様のために、うん、まあ、店頭であの桃の無料配布のようなことをやっとあのイベントとしてやってみようかなとか、どのような使い勝手でもいいんですが、うん、飲食店に限り、はい、DM を送ってくれた方先着30店舗までに、うん、あの生の桃をいただけるそうです。はい。で、あのその飲食店さん、もしあの DM を送りたいなと思う飲食店さんは、まあ、実際に桃を使ったなんかものをインスタに載せていただくとかっていうのを条件に、うん、やりたいっていうあの企画だそうです。うんうん、で、このホープ園さんの強みは売上から地元の児童施設やフードバンクへの支援、体験の提供していたりとか、うん、個人などへの支援も検討中だそうで、うん、うん、今年からどんなに小さいオーダーにも対応するスタイルに今変更されたと。あ、なるほどね。はい、数の少ないオーダーでもこんな注文の仕方ありですかみたいなご要望もぜひ相談いただければなと思いますと。うん、はい、で1年中ご注文を賜っているので、ほとんどがこう予約順に発送するっていう感じなので、ね、一番初めの時期の美味しい桃を優先的にあの発送できるそうなので、まあ、お早めに DM をいただければなっていうことです。うん、でもすごいなってなんかね思ったのがこの、うん、ね、まあ、このホープ園さんは山梨でやってらっしゃるんだけれども、はい、まあ、もちろんコロナでね、うん、山梨でもあの閉めないといけなくなった飲食店さんをたくさん見てきたので、うん、まあ、あの一農家としてできることっていうのはあんまり出ていないけれども、うん、でまあ、あの農家を応援してくださってる飲食店の皆様を陰ながら支えたいという思いで、うん、この30店舗まで、はい、生の桃を無料でお届けしますっていうとっても素敵な企画をしていただきました。うん、確かにこうの、ね、農家さんが作る素材を作って使って飲食店さんが何か美味しいものを作るってい う, こう何かあった時はこうお互い様、はい、みたいなあのコミュニティというかな、あの、ね、つながりを、うん、あの作っていきたいっていうのがホープ園さんのモットーみたいで、うん、なのでとてもなんかこう 心, あ、ね、心が温かくなる。そうですね、なんか飲食店さんにしてもこう、あ、やっぱりこうね頑張ろうみたいなね、うん、なんか、まあ、お互い様っていうのはありますよ、確かにね、本当に本当に、うん、でなんかこうメッセージいただいた方が本当はアメリカに送りたかったんですけど、あーもう今すごい難しいらしいんですよね、難しいですのよ、うん、特にこの果実系とかは。そうなんですよ、だから、うん、まあ残念ですって言って、大丈夫ですよって感じなんですけど、でも大丈夫です、あの今度じゃ山梨に行きますんで桃を食べに、はい、桃を食べに、はい、食べたいですね、桃一回日本で食べたことは桃って食べれないのよね。そうなんですよ、一回食べたことあるんですよ、日本で、多分日本で沖縄でかな、誰かから送ってもらったんですけど、うん、でそしても甘くて私桃なんてなんかこう沖縄の桃ってなんかカチカチのやつ多いんですよ。何ですよ、リンゴ、リンゴ、リンゴ桃のようなリンゴみたいなのが多いんですよ。そんなのディスってるわけじゃないです、本当に。だから本当に高い桃っていうのを食べたことがなくて、うんうんうん、で、なんかの何かの理由で食べられる機会があって食べたら、もう噛んだ瞬間にもうジュワっていうこの果実のこう何ですか、汁がもう口の周りをなんかとろけさせるというか、もう匂いもバイブレントですし、なんか桃ってこんなに美味しいのかって思いましたけどね、うん、すっごいわかる、うん、なんかそのああいうその何ほらお盆とか、うん、あのこう命日とかでね、はいはい、そのちょっと年のいったあのおばあちゃんの友達とか母親の友達が来ると、うん、必ず高級な果物を持ってきてらっしゃるんだよね、うん、で桃を
とかがさ、ちゃんと入ってるネットあるじゃん、うん、ありますあります。もうあのネットに入ってる果物のあのなんちゅうのレベルの高さ、神々しさね。はいはい、それがまずさ仏壇に行くわけよ、まず最初に、はい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 、仏壇にねご先祖様にあげてからよ、うん、これはっていう、うん、そのなんかちっちゃい時に、うん、仏壇がうち上だったから、はいはい、棚の上に置いてあったから、うん、ちっちゃい時はこう見上げるじゃない、はいはい、その見上げた時のあのネットの神々しさに、ね、私はあの桃いつ食べれるんだろうかっていうはいはいはい、食べたいなっていう、うん、うん、なんかその一種だったね桃ってね、うん、沖縄もマンゴーとか強いじゃないですか、うん、だからもうネットに入ってるマンゴーは本当本気のものはないですから、だから桃は本当に食べたいですね。こっちではね、あんまり日本の桃みたいなのは一切ないです、うん、梨もないですからね。 梨はでもあるよ、本当ですか。一応梨はある、でも桃は確かにないです、ね、ホワイトピーチっていう名前で売ってるけど、うん、すっごいちっちゃい、まあでも味は確かに桃に似てる、うん、はいはい、でも全然こう実がちっちゃくて、うん、種だけが大きくて、うん、食べづらい。日本の桃がいいですね。食べたいね。ホープエンさんの桃を食べたいですね。はい。ということで、頑張ります。はい、ホープエンさんのウェブサイト、ホームページは、まあ、https://なんですけど、はい、まあ、hopeen、hopeen.net ですと。はい、hopeen.net になりますと。はいはい、あ、でも、あの現在整理中、調整中なので、注文はまあ、ホームページからはいただいてないという感じなんですけど、うん、まあ、ツイッターは hope アンダースコア山梨ということで、や、あ、これ山梨でいいのかな、多分山梨だよね、山梨 N って書いてあるけど多分タイプじゃないかな、はい、山梨になります、うん、で、あのインスタグラムはあの hope 園か、アットマーク山梨アンダースコア hope 園調べていただくと出てくるかと思います、はい、で Facebook もありますんで、はい、ホープ園 で、 ホープ園で、ね、はい、ぜひ調べてみてください、はい、で飲食店を経営されている方はぜひぜひ、DM でも送ってみてください、はい、うん、はい、で何かこう作ったものとかあればね、はい、できれば私たちにもタグ付けしていただければ、本当ですね、インスタグラムで上げるときに、はい、はい、で Facebook で今、宣伝させていただいたあの会社さんのリンクとか Facebook にも載せてるんで、うん、どこあるの、はい、うん、ぜひ、うん、あのそこ写真も載せ送っていただいたんで、その写真も見れるかと思います、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホープエンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。では、はい、今日のタイトル、だからトピックですね、テーマに、はい、トピックに移りたいと思います、はい、今日のトピックはですね、あのバンブルが熱いということで、はい、シュノさんがあのメッセージを送って、あのメッセージ、うん、テキストでね、テキストで、うん、あのリンクを送ってくれたんですけど、はい、私もバンブルは、うん、あのハワイ・ベオッテスっていうこの、うんうん、まあ、ポッドキャスト、ポッドキャストの番組で、うんうん、ファウンダーの話聞いたことあるんで、もういいぜひと思って選ばせていただきました。何が強いんですか今。いや、っていうのも、2日、いつだったかな、2日前かな、はいはい、木曜日かな、うん、に、毎朝こうニュースを見るんだけど、うん、見るというかこう読むんだけど、会社で、はい、ヘッドラインだけ、うん、わーってね、はい、でそれでなんか、いきなりこう真っ黄色な、うん、あのニューヨークのタイムズスクエアが、はい、タイムズスクエアってほらいろんな広告を出せるじゃない、ね、企業さんが、うん、あそこが真っ黄色の蜂みたいになってる絵がバッて上がってて、はいはい、なんだこれ、なんの会社バンブー、私知らなかったの、バンブーは何かは、はいはい、で見たらあのデイティングアプリ、そうですね、デイティングアプリのバンボーが、うん、あの株式上場しましたと、株式に、うん、あのデビューしたら、うん、一気にものすごいインベスターたちが駆け集まって、うん、はいはい、その彼女ホイットニーさんっていうその CEO、 30歳ぐらいの彼女は一晩にしてビリオネアになりましたっていう話から、ほうすごいなと思ってみて、果たしてバンボーは何がどう違うのかと、あの今までのいろいろあるね、あのデーティングアプリと何が違うのと思ってみてたら、あのね、なるみちゃんがそれで、はい、あの上手にあの説明してくれてるサイトを見つけたんだよね、はい、見つけたんですけど、日本でも一応こうダウンロードしようともできるらしいんですけど、どんなアプリなのかっていうのと、あの北米とかヨーロッパを中心に非常に人気のアプリですが、日本ではまだ会員数が少ないと、うん、しかし新しい機能が続々と すいませんね、久しぶりに私噛みましたね、すごい噛んだね、噛みました、すいません、思いっきり、はい、続々と追加されているので今後に期待ですということで、はい、で、マッチングアプリなんですけど、うん、これなんでこう有名になったかっていうと、女性が
選ぶ権利があるというか、うん、男性はそこに登録するだけで、うん、女性が男性を見てこの人にあの、まあ、声をかけるかかけないかを、うん、の主導権は女性にあるんですよ、うん、バンブルは、うん、で Tinder はどっちかというとあの、まあ、やっと日本でも広まってるんで分かると思うんですけど、うん、まあ、男性が女性に話しかけるとか、うん、どっちがどっちっていう感じもある。2人ともできるのかなあれは、うん、あ2人とこのどっちもできるはずなんですけど、うん、でもまあもう完全にバンブルは女性だけそうだね、女性が make the first move、はい、っていう、うん、まあこう新しい形の女性が強い立ち位置にいるっていう、うん、まあ、アップになります。そうね、なのでこのなんか彼女のそのなんか why Bumble みたいな、うん、はいはい、あのこの企業のね、うん、あのウェブサイトを読むと、うん、こうなんかもう millions of year なんかこうもうずっと男女のリレーションシップデーティングっていうのはもう1000万年以上もいつも男の人がなんか主導権を持ってて、なんか男の人が最初にイニシアチブを持ってやるものみたいななんとなくの鉄則があるところをそれをあの覆したかったと。でなんかもう女性からあの連絡することありきの、あのそのなんかこうデーティングの鉄則をまずひっくり返したかったっていうところから、はい、このバンボーが出てきてるらしいんだけど、うん、ちなみにバンボーには3つの出会い機能があるらしくて、ね、バンボーデート、うん、バンボル BFF、うん、バンボービズって言って、まあ、そうそうそう、デートは普通に自分が好きな人と会え、うん、会えるっていうのと、うん、BFF は友達探しができると。ね、うん、で、うん、ビズは本当にビジネスのオーナーとかがフリーランサーとかが登録して、うん、私こういうことできますよっていうことを登録したのを、うん、まあ、この人喋ってみたいなとか、うん、でバンボースタイル、Tinder スタイルでこう繋がっていくっていうシステムがあって、うんうんうん、結構なんかあの展開してますよね、うん、でなんかもう一個ね、うん、面白いなと思ったのが、うん、このバンボーの機能で、あの Kiss Catfish Goodbye って書いてあるんだけど、はいはい、バンボーフォトベリフィケーションって言って、うん、要は一番多いオンラインデーティングのそのストラゴーに、うん、やっぱりこの出会った人が写真と全然違うっていうのが一つナンバーワンのこうとってもこう皆さんの苦悩、うん、まあ、それがなんか女性に比較的多いらしいんだけど、はいはいはい、やっぱり女性はねフィルターとかさ、ありますあります、全くあの自分の体型が違う若い時の写真を出すと か, 確かになんか特に女性には多いと、それが、うんうん、まあ、男性もあるけど、でそれがやっぱりオンラインデーティングの中で唯一こうちょっとストラゴーだから、はいはい、せっかく時間作って会いに行くのに、うん、なん全然違うじゃんお前っていうのって、やっぱさそれはちょっとダメじゃん、うん、お互いにとって、うん、でそれをなんかこう改善したなんかあのキスキャットフィッシュ、まあ、キャットフィッシュってこうなんか要は嘘みたいな、そうです、ね、偽りみたいな、はい、でそれを何をしてるかというと、うん、バンボーさんはあの verify in real time っていうのがあるみたいで、はいはい、写真を撮るときに、うん、その要はこのバンボーさんが写真を審査するのよ、うん、でそのシステムが入ってて、うん、どうやって審査するのって思ったら、うん、まず自分が登録するじゃん、うん、そうするとバンボーさんがなんかこう写真送ってくるらしいの、はい、なんかこの格好でこの写真にある人と全く同じポスト、はい、ポーズをして、うん、自分の写真を撮って送ってっていう風に、でそれで審査して、うん、あこの人は偽りないこの人だっていうことで、うん、あのバリフィケーション OK、 すごい新しいですね、面白いよね、初めて来ました。でも確かにさ、うん、いるじゃない、すごい誰かの写真使って、うん、あたかも自分が男性かのようにね、あのかっこいい男性かのようにして、うん、あのお金ある裕福な西洋人から金取るみたいな人いるじゃん、はい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 、私もそれ見ましたけど、ナインティデイフィアンセ、はい、いましたかそういう人、うん、でもそうするとできないはずなのよ、はいはい、ポーズを作って撮るなんてことは、うん、それもまずできないし、うん、でポーズを撮って撮るっていうこと自体が、うん、やっぱその時にバンボーが送った日付の写真しか撮れないじゃん、はいはい、だから過去のとかは撮れないじゃん、うん、基本的に、うん、だからそういうんでこうベリフィケーションしてるってことで、あんまりこう写真と全然違う人にはならないみたいな、うん、まあ、もしくはそれを使った詐欺のようなものも防いでると、うん、あ確かにこれは画期的だなと思って、画期的ですね、うん、面白いな。私が登録してた時は、うん、このシングル時代ですけど、うん、あんまり
にそういうなんかベリフィケーションはなかったんで、多分新しい機能だと思います。私もなかったよそんなの、うん、マッチの時にはなかったよ、うん、そんなもん。だからバンボー自体も多分新しい機能だと思いますよ、このキャプトフィッシュ。あ、これ自体が、うん、私がやった時は別に自分が好きな写真を載っけて、うん、それがまあ採用されてって感じだったんで、へ、多分結構あのフィードバックがあったんでしょうね。あ、その、うん、これに対して、写真に対して、はい、うん、でもなんか私は、あの、まあ、正直言うと、うん、あんまり使わなかったですね、バンブルは。使っては見たの？使いました、使いました、登録してました。でもなんか、めんどくさくて、自分からメッセージ送るっていうのが、あー、それ書いてあった。そうなんです、うん、まあ、私は、あの、まあ、コスパを良くしようと思ったから来て、もうスワイプなんとかなんとかってやった、連絡来たのをなんか会いましょうっていうこの流れを作りたかったから、うん、自分からわざわざ男性の写真見て、うん、この人良いと思ったら、うん、Hi, how are you っていうのがちょっとめんどくさかった、うん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 、かなとは会いますけど、うん、でも今女性強いじゃないですか、うん、女性結構この自分でインディペンデントでっていう人、女性にとっては、うん、もしかしたらすごいいいのかもしれないですね、うんうん、私はもう早く、うん、早く、はい、パシ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 、はい、次ってやりたかったんでなんかもう質より量みたいなそうシロさんが言ったんですよ、質より量って言ったら。確かにね、はい、あの会えば会うほどね、そうあのいつか出てくるから、いつか出てくるからって、うん、あ、確かにその通りと思って、うん、もうどんどん省略していったらもう会いましょうになったんですよ1回目のメッセージでうん、それがまあ理由ですけどね。本当ね、うん、でもそうしていくしかなかったからね。そうなんですよ、もう本当にこの、うん、ずっとさ、いろいろ吟味したってさ、うん、結局はあってダメかどうか分かんないじゃん、ね、本当に今の時代本当にこういう人必要じゃないですか、このアプリとかって、うん、外に出られないから、うん、本当私たちもあのしのさん、私がしのさんの下で働いてた時はもう家で働いてるようなものだったじゃないですか、うん、そうね、どこにも行かないもんね。そうどこにも行かないからいるなら子供3人みたいな、ね、そうあと犬3匹みたいな、ね、犬3匹、うん、4匹4匹だったから、うんうん、っていうのでやっぱりあの使いましたけどね。確かに、うん、でも合わないとケミストリーが分かんないですからね。うん、そうかもね、うん、でも私もね、マッチ使ってる時に、うん、なんかこう自分からメッセージを送ったこともあったし、うん、だからなんかできなかったわけではないよなと思ったから、うん、あの結局ほら、それがなんかできなくされてるんだったら、うん、こうね、バンボーで女性からっていうのも分かるんだけど、うん、でも多分も、ね、さっきナミちゃんが言ったみたいに、はいはい、もっと女性にフォーカスを置いた、うん、あのデーティングアプリで、デーティングだけじゃなくて、うん、さっき言ったお友達とか、はいはい、コミュニケーション、あ、うん、あのプラットフォームとかっていうのもあるんだろうね、うんうん、でも分かる気がしますよね、女性が作った会社ですし、うんうんうん、なんか女性がもっと力を持ったっていうのは、ね、でなんかめんどくさかったのは、 Tinder がめんどくさいのは、うん、まあ、マッチングするじゃないですか、そしたら来るんですよ、ハイセクシーとかハイなんとかとか、それがまためんどくさいんですよね、うん、You look gorgeous とか、うん、もういいよと、そういうリップサービスは、はいはい、それが多分あの、バンボーだとないんじゃないですか。あ、ないのかな、やっぱ自分から行くから、そういうランダムにハイセクシーとかっていうのはないっていう、あのランダムなウィンク ね、 そうそうそう、あのね、マッチではね、ウィンクっていうの、あ、そうですね、You got wink っていう、あ、そうなんですか、うん、ウィンクはあのウィンクされてる誰かに、はい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 、うん、だからもう、うん、偉い家族だけどウィンクのはず、そうですよね、もうこんなウィンクいらないわみたいな、はい、そういうのめんどくささはないのかもしれないですよね確かに、そっかそっか、自分がいいと思った人じゃないと、はい、その会話もしないもんね、まさにまさに、確かに、まあはい、うん、まあ、主観ですけどね、やる気あんのかお前って人いるじゃん、写真の撮り方が、うん、なぜ下から撮るみたいなそう、うん、なぜこの顎から撮るのかなみたいな、うん、やる気あんのこの、うん、この男の人はみたいな、うん、でもジェイコブが昔そうだったんで何とも言えないんですよ、下からとか、なんかこのなぜこのピクチャーみたいなのが多かったんで分かんなかったんだろうね、うん、自分ではこれがいいと思う、そうなんですよ、うん、でもなまあね、はい、うん、でもなんかそのバンボーのサイトに、うん、その Woman make first move って女性から最初の第一歩のムーブをしましょうみたいな、はいはい、そのそこをクリックするとね、うん、なんか出てくるのアーティコーが、うん、だなんか Best intro line to use on Bumble because、はいはい、you are better than hey、 だからなんか女性からアプローチをするにあたって、うん、はいとか hey っていうだけじゃなくて、はいはいはい、それよりももっといい、うん、あの最初の言葉、最初のテキストの打ち方っていうのが書いてあって、うん、なんか可愛いなと思ったからちょっと紹介するんだけど、うん、こうカテゴリー分けされてて、はいはい、5つぐらいに、うん、であの最初がなんかエンパセティック、なんかこう同調感とか、なんかこう、はいはい、カインドネスみたいなものをこう、うん、表すとしたら、うん、みたいな、
例えばそれをこう表したいんだとしたら、うん、まあ彼のねプロファイルを見るわけじゃん、はいはいはい、で、あ、何かこの音楽のアーティストさんが好きって書いてあると、うんはいはい、あとしたら、うん、そのファーストラインとしては、うん、Hey, great taste in music. What's the best concert you've ever been to? はあ、いい、いい音楽のテイストしてらっしゃるわね、うん、みたいな、うん、一番良かったコンサートは何？確かに話したくなる、うん、なんか同調、同調、うん、で、うん、もう一個が、うん、コンフィデント、はいはい、っていうのがこう自信を持って、うん、自信を持って最初の一行を書くとしたら、はい、うん、なんて書いたんだこれ、なんかこう怖がるなと、はいはい、その おじけづかずに自信を持ってちゃんとパンチラインを言えみたいな感じなの、はいはいはい、でそれが、うん、Your smile is captivating、うん、Hopefully it'll make an appearance on our first date ははだからなんかすごい笑顔素敵ね、うん、その笑顔を最初のデートに持ってきて、うん、強い強い強いなーみたいな強いしコンフィデントみたいな日本人からじゃ考えない自分ですよね、 あなたの笑顔もすごい素敵みたいな、それ持ってきて、それ一個オーダーよろしく本当に言えないぞ、そういうこと言えないな、そうで、うん、もう一個が、うん、humorous、 面白く、はいはい、面白く言う最初のパンチライン、うんうん、でそれ1行目だよ、はいはい、まずね、うん、コンタクトする1行目だからね、うん、なのにいきなり、うん、Alright, I'm here. What are you two other wishes? 、だからこれ直訳すると、うん、まあ彼いいなと思って、うん、最初のテキストを送ります、はいはい、その1行目のテキストが、うん、私なんて言えばいいんだろう、 I'm here. So、うん、Alright, I'm here. So、うん、what other two wishes? だからこう私がもう私のことは何て言えばいいの、私がもう 1個目の願いを叶えてあげたから、うん、で私がそう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 そ強い、またこれもこれも強いな、面白くない、面白い面白いね、面白いよね、それでどう思うかですよね、うん、彼がね、彼が、はいはい、うん、でそれになんかジョークに乗ってきてるならさ、またそれが面白いじゃん、面白い面白い、確かに、うん、普通に「はーい」じゃさ「へ、う、い、ん」でさ「うん、Where do you live?」みたいなさ、確かに、なんかつまんない会話になっちゃうじゃん、うん、であと、4つ目がインテレクチャル、ちょっと頭いい感じで、頭いい感じで言うと、うん、Hey, are you in Machu Picchu in your third photo? I've always wanted to go. ああ、って分かっちゃうってことか。そうそう、なんかそのマチュピチュとかいう、うん、あるわけよ、ね、ペルーの遺跡が。はいはい、まあ知ってる人は知ってるけど、うん、知らない人は知らないじゃん。うん、知らない。うん、だからなんかそれを、あ、それマチュピチュじゃね？みたいな。うん、ああ、行ってみたかったんだよね、そこ。みたいな。はいはいはい。なんかその感じ？クレバーですね。クレバーですわ。うん、クレバーですわ。うん、だからもうそれはもうドクターならね、はいはい、あ、それなんとかのシリングじゃねそこら辺ね、医療器具、医療器具をポイントアウトするそう、この女性サビだなみたいな、このシリングわかるんだみたいな、はいはいはい、確かにそれはインタラスティングですね。でしょ、確かに、そんな言われたらさ、そんなシーディングと撮ってる人はさ、はいはい、言ってくれて嬉しいじゃん。確かに。これ知ってるんだ。確かにね。それで話盛り上がるかもしれないですね。そうそう、このブランドのこのシーディングがいいとかね。そう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 確かに、さすがだな、うん。で、次が、はいはい、アドベンチャラス、はいはい、アドベンチャラスは、うん、What would you do if you were invisible for a day? はいはい、うん、自分が、ね、透明人間だったらどうするか、そう、どうするのって、うん、で例えばじゃあ僕は、うん、じゃあ例えば透明人間だったらこうするみたいなこと言ってきたら、はいはい、Alright,、うん、Jacob、うん、Let's see what you got みたいな、あ、違うな、これなんか違う質問だ、あ、違う質問、これは違う質問だ、ごめんごめん、うん、Truth or Dare、 はいはいはい、うん、まあこれはちょっとほほ、まあ確かにこう彼のね、なんかコアな部分を知りたいとか、うん、そんな感じですよね、うん、アドベンチャラスだから、はいはいはい、ちょっとこう、なんだろう、こう面白おかしくじゃないけど、うん、なんかこう、なんだろうな、そクリエイティブな質問をしてるのかな、うん、はいはい、これは Showing off your adventurous side by asking a quirky question that's sure to spark an interesting combo、うん、まあそういう性格だったらそういう質問してみるといいよって感じですね、うんうん、はいはい、
で最後が、うん、No frills、うん、だまあ、いつもの、ね、うん、普通にやってもいいんだよと、はい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 、一番最後は普通、普通に、うん、Hi, how are you? Hi, what, you do, what are you up to this weekend?、うん、How's your day going? まあ時々そういうのが、まあ、ウォークする場合もありますよね。ウォークする場合もあると、うん、確かに、うん、そんないろいろ考えなくても確かに確かに、うん、っていうようななんか面白いことを書いてあったので、あ、勉強になりますね。面白いなと思って、面白い面白い、うん、まあ、特にあのこの方 Tinder で働かれてたじゃないですか、この見たんだね、 Tinder のコーファウンドだったのね。本当に本当にもう立ち上げからずっと一緒にいて、この彼女がどうやって Tinder を盛り上げたかっていうストーリーがこの How I Built ってあるんですけど、うん、で Tinder って最初何も知られてないアプリじゃないですか、うん、でそしたらどうしたかっていうと、まずこの、 あの 名誉って男性のシニオリティって言って、うんうん、なんかいろんなアルファとかベータとかあるじゃないですか、うんうん、この大学に、うんうん、なんかチームみたいなのがあるんですよ、うんうん、でそのチームのところに行って男性寮に行って、うん、このアプリ女性すごい可愛い女性がいっぱい入ってるんだよみたいな、みんなアプライしてみてねみたいな、この、うん、アプリをダウンロードしてって言って、うん、言いに行ったの、言いに行ってそのままそのダッシュで女性のところのこの寮に行って、うん、みんなすごいハット長いが、うん、今いっぱいこのアプリに入ってるからもうダウンロードしないとミッシングアウトだよみたいな感じで女性寮に行って、うん、それを繰り返したんですよ彼女は。へー、じゃあフィジカリーに、フィジカリーにこのもうノックしてノックしてって感じで大学ユニバーシティに行ってこうビューワーとかこのフォロワーを増やしていったんですよね彼女。それで大きくなったはずなんですよ。だから彼女の結構力があって大きくなった Tinder の会社なんですけど、まあ、セクハラにあっちゃってっていう結構悲しい感じで追い出されちゃって、付き合ってた人とセクハラにあったって感じ、それはど分かんないですね。でも付き合ってた人がまあコーファウンダーの方だったはずなんですけど、でもいろんなこうセクハラとかが同僚から受けてて、でそれを訴えたら結局もみ消されたみたいな感じで、あのひどい扱いを受けたからって言って、だったら女性がもっと強いあのデーティングアプリを作りたいっていうのとか多分彼女の始まり、もうリベンジだろうね。本当に本当にこの Tinder 野郎めだよね。本当に本当にここまで私がやってやったのにみたいな、本当に本当にだからそういうのも結構あって、彼女のストーリーも結構面白いんで、うん、ね、本当に、ね、読み切らなかったけど、うん、彼女のストーリー、はい、うん、ぜひ聞いてみてほしい。すごい綺麗な人だけどね。すごい綺麗ですね、うんうん、だぜひ聞いてみてほしいなと思います。でも今上場したんで、そうそうそう、見返されて、皆さん買えますよ株、買えますよ株、うん、私買いましたよ、買いましたよ75ドルで。本当ですか、すごい。それ見た瞬間になんか面白そうだなと思って。確かに確かに。何で買ったんですか。ロビンフットです。ロビンフットってすごい、いつもなんかいいなロビンフットと思うんですけど、うん、面白いよ。あのやってみると、うん、あの何あのいろんなこう別にさそんな金持ちになろうと思ったらやってないんだよ、はいはいはい、あのお勉強としてね、うん、やってるんだけど、ビットコインも買えるし、うん、あ、へえ、はい、ビットコインも買いました。すみません、ロビンフットって何かってまず説明すると、あのモバイルでできるアプリなんですけど、株式投資できる、うん、株式投資ができたりとか、まあ、インデックスファンドが買えたりとか、うん、まあ、固定でこの会社っていう買い方もできますけど、そう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 、うん、まあ、そういうアプリですと。そうなの、だからすごくほら今まではね、うん、あの口座開設とか、はいはい、なんか残高証明とかいろいろあったんだけど、うん、そういうのがもう一切なくなって、はい、手数料もなくて、うん、で、まあ、普通に自分の好きなお金から、はい、あの個人投資ができるっていう、うん、だから半分とか買えるらしいですよね。そうだそうだ、2株と半分とか買えたりする。そうだそうだ、ビットコインもね、あれ1ビットコイン今450万だから1ビットコイン高っはいはいはい、私その中の100ドルだけ持ってる感じ。あ、そうなんですね。だからね、ビットコインのシェアはね 0.008 はそんな感じすごいですね。でも面白いよ、うん、あーすごいな、面白いなと、うん、まあ、そういうことができるアプリで買われたってことですね、はい、そうそう、あのバンボーをね、うん、素晴らしいムーブだと思います、うん、面白かったです、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、50分過ぎましたんで、はい、あの質問に行きたいと思います、はい、今日の質問はですね、しのぶさん、なるみさん、はじめまして、田舎育ちのアミ23歳と申します、はい、最近エアポッドを購入して移動中、隙間時間があれば欠かさずドコアミを聞くほどアディクトしておりますありがとうございます、はい、ありがとうございます。約1ヶ月で77回まで聞きました。1ヶ月で、はい、それはアミさんの時間をどれぐらい費やしたんだろうかって感じで、はい、岐阜育ちで進学とともに上京、アイルランドへ1年の留学を経て、うん、新卒1年目と言われる OL です、手前置きが長くなりましたが、私もどちらかというとキャピタルBに近いズバッ
ット女子ではありますが、うん、しのさんとなるみさんの切りさばく気持ちよさにはかないません尊敬しておりますとそんなことございませんよ。拝聴されている、いただいている中でしのぶさんとなるみさんポジティブで前向き思考だと感じております。私も根っからポジティブです。ネガティブ思考の人と一緒にいると息が詰まります。熟考することや慎重になることはいいこと、うん、物事に反対意見があるのは当然でも、うん、他者からアドバイスを受け入れるか受け入れないかは私の言動を尊重した上での意見がどうかで変わると思います、うん、真っ向から否定したり尊重せずに考えを押し付けられると、うん、B の牙をむぎ出しにしたくなります。確かに、はい、テピカルジャパニーズは尊重という言葉を知らない人が多い気がします。しのさんとなるみさんは一緒にいてテンションが下げられたり相手を尊重できないいつもマイナス思考に対してどう思いますか。私の心が狭いのでしょうかっていう質問でした。はあ、マイナス思考の方とのお付き合いの仕方ってことかな。はい、うんうん、器はちっちゃくないよね。多分それを気づくってことは器が大きいんじゃないのかな、うん、確かに確かに、反対にそれを気づいてるからね、うんうん、どうしたらいいって。離れるしかないね。離れるしかないですね離れるしかないね、うん、付き合わなくてもいいなら、うん、付き合わない方向に持っていきたいよ ね、うん、でも職場とかさ、うん、どうしても付き合わなきゃいけないとかってあるじゃん、ね、確かに確かに。もうそれはもう工夫でしかない、うん、なんとか工夫するしかない。流すっていう力を流すとか、うん、かわすとかはいはい、はい、すり抜けるとか、ね、はいはいはい、それ系ね。はいはいはい、はい、私小さい時とかは高校生、うん、中学生ぐらいかなの時に友達がクソネガティブな人だったんですよ、うんうん、その時の一番仲良かった友達、あ、一番仲良かったというかもう幼馴染メンバーだメンバーだってすごいもうネガティブな人で、うん、どんなに私が頑張って違う方向からアドバイスをしても、うん、いやこういう考え方じゃなくてこうなんじゃないかとか、うんうん、それをしてほしくないんですよね。彼女別に何か自分がインプルーブしたいわけじゃないんですよ。ただネガティブなんですよ、うん、ただ聞いてほしいとか、そうおーって言ってほしいでしょ、そうそうって言ってほしいし、うん、だからそれで何か自分を変えようって思ってないところを、うん、一番はあれだね、うん、癖悪いね、癖悪いんですよね、うん、で別に彼女が嫌いだったわけじゃないですけど、うん、でも本当に自分から引きましたね、うん、もう無駄だなと思って、これ以上自分がどうやって頑張ってこういう風に考えた方がいいよ、こういう風にした方がいいよって言っても彼女のこの根本的なネガティブさが変わらない限り、うん、無理だなと思ってちょっと疲れちゃったんですよ、うん、疲れるよ、うん、だからもう私も結構親がポジティブだからポジティブなんですけど、うん、もうちょっとやめましたね、うん、どんどん身を引きましたね、うん、そこから。それはある、なんか空回りしてるなと思って自分が、うんうんうん、でほらやっぱりさ相談とかネガティブなこととかを聞くとやっぱりさ、うん、やっぱ人間だからさ心配になっちゃうじゃん、はい、元気かなとかさ、うん、ちょっと良くなったかなとか、うん、それもさ彼女にとっては全くエキスペクトしてないんだよね、はい、ただ多分そういう方たちって聞いてもらって、うん、でこうかわいそうだねって思ってもらって、はい、同調してもらって、うん、で一緒に泣いてもらうとか、うん、でそれだけなんだよね、うん、全くもってこう改善しようとかっていう気持ちは一切なくて、うん、でもそれしてるんだったら、うん、私の時間とエナジーとってももったいないよね、うん、こっちの本当に本当にその通りです、うん、だからで、まあ、私がね押し付けてるって言ったら押し付けてるのかもしれない、うん、その時は、うん、求めてないのにこうした方がいいっていう、うんうん、まあ、若かったからね、はい、アドバイスをあげたのかもしれない、うん、もしも大人だったら、うん、多分うまくの、うん、ちょっとね交わすね、はい、交わせたかもしれないけど、うん、その時は一生懸命だったんで、うん、そうそうそう、わかるわ、やっぱこう一生懸命に直そうって思った時に、うん、自分で疲れちゃってやめたんで、うん、もしうまく長くこう関係を続けたかったら本当にしのさんが言うみたいに交わせるぐらい の、うん、レベルは本当だね、はい、持ってた方がいいなと思いますけどね、うんうん、もうある程度決めたらいいよね、もうね、うん、ああちょっともう彼女はもうダメだなとか、はい、うん、もう自分にとってダメだなみたいな、うん、だからね、そういう人って別に言ったって変わらないからね、はい、自分が離れていくしかないよね、うん、本当ね、なんかそんな感じですよね、うん、でも多い多い、うんうん、すごく多い、うん、なんかこうなんだろう、聞いてあげたくないわけじゃなくて、うん、みんな弱音はあるし、はい、ね、そういう弱音を吐く相手って必要だからさ、うん、全然聞いてほしい時は聞いてあげたい、どこまでも、はい、うん、でもなんかそれがさ、そのなんかさ、人間話しながらさ、わ、うん、かるじゃん、うん、本当にこの人はすごくこの自分のこの
中のこう闇というか不安とかを多分聞いてほしいんだなっていうとさ、そういう時ってこうなんて言うんだろう、自分が主体の話になるはずなんだよね、はい、でもそれはほらやっぱりこう聞いてもらって何か改善をしたいって思ってるから必然的に自分主体の話になるはずなんだけど、でもそうじゃないパターンの人って絶対さ他の人にずっとこうブレーミングゲームしてるんだよね、はいはい、誰か上司がこうだからとか、私お母さんこうだからとか、こんなだし旦那もこんなだし、うちの息子は全然言うこと聞かないしとか、で完璧に 100% 愚痴な人、なんか愚痴を言いながらも、でもなんかこう自分もこうだからこうなのよねみたいな、なんかまだ聞いててそうだよねって同調できるんだけど、愚痴だけな人だと、はいはい、いやお前はどうなんだと確かにって思ってくるよね、確かにそれを受けてじゃあお前はどうするんだと、何の行動を取るんだって感じですよね、まあ、でも確かに今考えてみたらジェイコブめっちゃネガティブだったんですよ昔ね、昔、すごいネガティブだったんですけど、叩き直しましたからね。いやでもそれはさ本当に、あの目から鱗な状態だったよね、ジェイコブ的にはね、はい、もうすぐ、もうネガティブさが出た瞬間にパシッ、そうじゃない、それは間違ってる、お前は人のせいにしない多分彼の場合はさそういう風にすることで、回避してきたんだろうねと思います ね, きっとね、逃げ道というか、あのいい意味でも悪い意味でもね、だから本当よかったよね、本当なるみちゃんとかさ、なるみちゃんのお父さんとお母さんと出会えてね、はい、でコントロールできない部分が多分彼の中に多かったと思うんですよね、自分では、子供の時は、確かに確かに、だからやっぱり人をそれを誰かのせいにする方が楽っちゃ楽じゃないですか、そうそう、まあ、みんなそうよ、だからそれを、いやあなたの誰かのせいじゃないとか、本当環境が悪いんじゃないとか、その通りなんですよ、根本的に自分が何ができるかってのを考えなっていうのはさすがだ本当さすがなるみ、きちんと母の教育ですからね、もう出ました小獣と、はい、出ましたよ本当に、でも、父と母がそうだったの、私も本当にすごいネガティブだったと思うんですよ最初は、そうかな、まあ、私は結構ね完成してる版のさ奈美ちゃんに合ってるからさ、そんな熟成中はあんま合ってないじゃん、だから分かんないけど、今からじゃあ、うじうじしてたよ、うじうじしてる、うじうじしてるイメージは一切ない、本当ですか、うじうじするやつだったんです自分も、でも父がクソ怒るんですよ、これなんかすごい見てみたい、ちょっとでもなんかとかなんか、お父さんがとか言えたらもう父がそんな顔も5分で直せみたいな感じだったんですよ顔作れ顔、顔作れ顔みたいな感じだった、そんなうじうじするんじゃないみたいなことをすっごい怒られたから、もう自分でもう泣きながら笑うんですよおかげうじうじしてない、うじうじしてないって言って全然うじうじしてないっていうのをずっと本当に根本で言った時直されちゃったから面白い本当もうちうちするのが一番嫌いなんですよ父は、お父さんね、はい、もうなんか怒るなら怒れみたいな、そうそうそう、で笑うなら笑え、笑う切り替えろっていう、ウケるわ、も何も生まれねえお前のうちうちからはっていう人なんで、確かにそれはすごくわかる、本当に叩き直されましたね、精神、偉い偉い、わかるな、はい、でも私も言われたよ、あの特にさそのね、今ななみちゃん言ったこと全く同じだけど、その自分ジェイコブにねななみちゃんが言った、はいはい、他人のせいにするんじゃないみたいな、ちょっと私本当この年になっても、うちの母親に言われるからね、あそうですか、本当この年になってもつい最近うちの母親がここに来た時に、子供の朝の支度をしてて、でもう本当子供が遅くてバスを乗り遅れるのよね、でもあんたたちもう本当時間ない、もう何やってんのって怒るじゃん私は、はいはい、ね、子供たちは、はいはい、なんで今になって時計見えないのよ、もうバス来るでしょみたいな、もうお母さん本当毎朝毎朝こんな怒るの嫌よって言ったら、うちの母親が、あんたが起きるの遅いんでしょさすが、さすが、あんたがそもそも起きるの遅いのよあんたが子供と一緒に起きてどうすんのよあんたが、あーもう本当腹立つこの細ババアと帰ってくれこのババアみたいな上からね、そうでもごもっとなのよ、ごもっとなの、私が7時に起きたらダメなのよ
私が6時半に起きるためなの。はいはいはい。そして早く起こせるからって感じますか、ね、そうそうそう。でもそう私もね、だってね、お母さん、私ね、残業とか言うじゃん。うん、そしたらうちのお母さんも聞かない、聞かない。そんなん聞かないみたいな。残業とか知ったことじゃねえみたいな。確かにね。確かにね。まあ、素晴らしい。そう、だから40年もね、起こられますから。うん、はいはいはい。どこの、この、回答になってるか分かんない。そうです、ま、全然外れてます、はい、質問はいつもマイナス思考な人に対してどう思いますかなのに。はい、あの、切り直してください。切り直してください。切り直、あの、なんとかこうね、こう、うん、スルスルってすり抜けるように、はい、うん、あまりお付き合いはしない方がいいと思います。はいはい、思います。はい、できるんであれば。はい、そんな感じです。なんか本当当たり一遍なアドバイスだよね。ネガティブな人はどうしたらいいですかって。付き合わない方がいいです。何の、でも自分しかコントロールできないですからね。何のツイストもないよね。本当に。自分で切り抜けるしかないですから。そうなんですよ、はい。自分の周りには本当にポジティブな人を置くようにしましょう。はい。はい。はい、終わります。今日はこんな感じです。はい、はい、でした。はい、シロナのライブに知りたい方は、シノフィネプスでどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。軽いな、すっごい軽いね、言い方。シノフィネプスでよろしくお願いします。あの、よくわかんないですよね。いつも何回もやってらず、このアウトロなんて 何百回もやってんのに全くもって完成されないっていう。本当にね、はい、本当にまあいいわ、この適当さが一番、はいはい、でシノフィリップスで調べてみてください、はい、でドカメのインスタグラムの方も盛り上がってますんで、はい、ぜひフォローよろしくお願いします、はい、本当にあともう少しでね、うん、1万人なんですけど、本当でございます、はいはい、ありがとうございます。でもまだ1万人じゃないです、うん、行きますよ、はい、うん、あの3月までには、うん、はい、行けたら行きましょう、はい、頑張ります、うん、で Facebook の方ではいろいろあの私たちが配信、まあ、このスポンサーしてくれた方とかの情報もさっき言ったみたいに配信してますんで、はい、ぜひ Facebook の方もドクアメで調べてみてください。はい、終わります。はい、はい、Thank you so much for listening. I hope you having a wonderful day. すみません、最後まで。Thank you so much. I hoping って言ったよ。 I'm hoping you will have a wonderful day, but we'll see you in our next podcast. Hi, bye. Thank you. Bye bye.